Hey yo! キャノスマッシュ！実際今日もね、伺ってくるんですけども、ミナノ州、ゴブリンシュタイン、無料でもらえますよ、ここで。いったところで、あとはクラロアパスで、まあ、シンカライドラが手に入ると。まあ、あとはラッキーボックスとか色々ありつつ、みたいな感じなんですけど、今日はね、ちょっとね、ゴブリンシュタインの方を先に動画撮って出していこうかなと。いったところですね、やっていこうと思います。ということで、まあ、こういうようなデッキがちょっと強いんじゃねえかなと思ってですね、使っていこうとは思います。ゴブリンシュタインが今レベル13か。まあ、途中でブーストポーション使うとして、まあ、こいつの強さを出すにはこういうデッキな気がするんだよなということで、一応前シーズンの結果発表、3113トロフィーの605位ですね。まあ、途中、迫撃とか使ったりしたんだけど、っていう感じでしたね。まあ、生放送残ってたりとか、まあ、みかんさんスナイプしたやつとかあるんで、またちょっと切り抜き動画出していこうかなと思います。ということで、やっていきましょう。レッツゴー！久しぶりにこれをやってるけど、このゲームおもろいですね。非常に。みんなもやった方がいいよ、クラロは。何にしよっかな、これ。まあ、まず、小突いて。こいつはね、まあ、攻めカードかな。まあ、テスラ出して、一旦はここまあ大丈夫かな。ウィズはロケット撃っちゃおう。ウィズはロケット撃って、まあ、これで完封しつつ、まあ、余裕があるときに防衛で出してもいいし、なんか出すとしたらこういう感じの立ち位置だけど思うんだよな。割とシュタイン前目。前目が厚そうだなっていう。まあ難しいね。こいつはマジで難しい。使い方をね、ちゃんとしないとなーっていう。まあ一旦ダッシュ見ますか、あそこ。ダッシュを、まあ LSP で受けた後の、ここで。こいつがね、こいつが狙われとるんすわ。あぶね。で、スキルいきましょう。あ、不発。不発です。まあ、今みたいな感じで、ちょっと出す位置が、まず一旦終わってましたね。アウトローみたいな感覚で出すと。もったいない。まあ、でも、ガンガン出していい感じもするんだよな。これ LSP までつけてってあげて、テス防、テスラ防衛して一旦かましてみるか。うん、これはいこう。で、一旦電撃ビリ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 してあげて、ワンチャン延命もしていいな。いや、これはでも無理か。まあ、守りに徹してあげましょうか。こうかな。まあ、こういうゴリ押しになったときに、強いかな、これは。インペこれでリセットできるんじゃない？ああ、ちょっと届いてねえか。微妙だね。まあ難しい。今まあ試合見したように、ちょっと難しいから、まあこいつは防衛で使うっていうよりかは、攻めで一気に使う感じかな。まあシンカライドラの方が熱いのは、まあ言わずもんがなもんがなって感じですけどね。いやーでもね、今シーズンもまたちょっとトラゲ生放送をね、コツ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 やっていこうかなとは思ってるんで、シーズン序盤から。お楽しみにしててください。クラロワコレートシリーズもね、頑張っていこうかなと思ってますんで。まあ、これ、こう出してみるか。で、これの電撃で、エレキじゃねえわ、ウィザード当たって、ハゲ犠牲は入んないんか。おお、強っ。今の強い要因。ああ、これ、あ、多分、ハゲ犠牲入ってるわ。こいつの攻撃、あ、本
体の攻撃は竹木が入るエリキと同じ仕様って感じかな。これねもう一回追いで聞けるんで、まあ、これマジで強い。めちゃくちゃ働いた。これめっちゃ働いたね。まあこうかな。キング起動できてねえか。まあもう一回キング起動しに行ってあげて、まあただ最初はね慣れない部分が多いとは思うから、まあそこ次第かな。これまあ許容しようか。キング起動してみし。まあこの前のね主体も体力高いとはいえ持ってかれちゃうから、最後のほんとゴリ押し、ゴリ押しのタイミングが熱いかな。まあ一回やってみようか、こういうことも。ファイボだけだったらこれ感電できますと。あー、ただこれ後ろが殺された瞬間結構エリクサー的にも損しちゃうっていうね。まあだからこのデッキはあいつがいなくても成り立つような形になっておりますと。まあ一応防衛で出してみようか。一応ね、一応進化ロキホが来るよね。まあこういう時にはなんかもうエリゴレが来てるのと同意というか。さあここスキルいきましょう。いやーでも本体がやっぱ吹っ飛ぶとなー、ちょっと弱えなー。進化テスラはまあ死亡時パルスがなくなるとはいえ、まあ強えなこいつは。結局やってることずる。まああとこういう最後の引きこもりはめっちゃ強いかもね。こうやって処理できた上に最後ここで電撃とかを放つことができるんで、まあそういうとこ加味するとちょっと熱い、強いですね。よし次行きましょう。さあよろしく。まあウッドでいきますかこれ。まあ、スケで受けてあげて、これセパレートなっちゃうんだよね。 このセパレートマジで存在価値あんま見出せないんだよね。だってあの U の攻撃しないからさ。マジで怪しい。ここで電撃やるとこんな感じになる。怪しいよね。そうなんです、怪しいんです。前プリ、いやーまあこれ悲しみのテスラだね。だからセパレートは渋い。だからケツから出すのは、まあ、こういう感じ出すと消えるかな。こうか。こうだと左ケツで出せてる。まあ、マジでな、溶かす火力ないからな。これはゴブリンシュタインで受けようか。オッケー。で、まあ、ウッドとかで削りつつ、まあ、ディガーも一応消し飛ばしに行きつつ、まずスキル。これでダメージを稼ぎ、まあ、追い抱きできたら嬉しかったよねーって話で終わる。で、ここはブラスターが強いよと。まあ、一応前プリ警戒で出しとくか。でまあこういう相手は結構通りそうなので、ダメージがこんな感じで消すぎにいっちゃおうか。いやースキル打てねえなー、これ弱。
これ弱えな、死ぬほど。いやー、しかもそいつもう一回来ちゃう。こうかな。からの電撃。で、バルキリーが来る。これ裏だな。まあ、一応前プリ来てもプリンセスで抑えれる。まあ行くか。電撃。いやマジで難しいなこのデッキ。まあウッド使う。左プリンは好きだけで処理したい。まあこれは許さない。スキル、まずいなぁ。いやただこれ延命だな。これ延命しよう。いやだね。まあ、一応頑張ってはいるか。いやー、まあ難しいなこれ。まあこれスキル強いんだけど、っていう感じです。ぶっ壊れだな。そうだよね、ぶっ壊れではない。こいつはもう一回強化入ると思うんで、様子見。まずはライドラ4のダイヤモンドパスを買っときましょう。そっちが先だな、まずはね。なんか今の感じ防衛施設相手とかに刺さる気全くしないもんな。まあロケット発射しつつ、まあしたいんじゃなくてリトプリの方が強そうか。いやー、難しい話をされてます、今これ。まあ、これはシンプルにエレキを使うかの感じで、このスタン効果を目的としていきますか。到達してくれー。あ、これ熱い。これは帰ってきたときに、ここら辺で使おうか。オッケーオッケーオッケー。でタワー、これもダメージ雑魚なんで、ダメージ雑魚です。これホグかな。まあ行きますか。ペッカだっけ。まあ、これ死にそうなったらもうすぐスキル使ってできるだけ仕事させた方がいいな。はい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 。まあ悪くないダメージ入ってる。まあディガー裏飛ばしといて、ホグ来たら進化テスラ。まあもうロケットでいいかこれ。最強なんで進化テスラが。まあ一応防衛で使うならこう。火力は高いからね。
さあグッドゲームと。でまあ一応このホグさすがにこの電撃はダメですか。ああそうですか、すみませんでした。なるほど、何デッキに入ると強いんだろう。まあ高回転だよな絶対。まあホグか、ホグとかと組み合わせるとまあおもろいかもしれないけど、貴重な対空枠、ロケ砲、アチャクイ、まあウィズ、マスケとかがある中で、これがさ、こいつがさぶち行かれちゃうんで危ね。マジでこいつが弱いの、この後ろのジジイが弱すぎて。あこれはスキル、オッケーオッケー。で、タゲ変更はないんで、こいつは。ただ、こっちはある。スケバレか。こんくらい。オッケー。まあ、落ち着きますか、一旦。まあ、シンプルに5コストのカードで言うと場持ちが良くないよな。じゃあもう行きますか。メガニーツか、これ。これ、ガチ渋いです。進化スキルなかったら、行かれてる。あ、でも、この後の、これに関してはちょっと強い気がする。これだけで勝つそう。まあ一応電撃出しといて。まあ、ウッドかな。敵陣地。スキル。まあ、それ飛ばすのは偉い。シンプルに。あ、ちょっとまずいんか、これ。こういう時のこのテスラのさ、やっぱパルスバカげてるよな。ほんまに強いもん。あ、こういう効果もありますよと。これ全部いくんじゃん。あー残念、吐かないですね。ジジイのこのじいさんの命は。よし、次。あと1、2試合ぐらいかな。よろしく。えい、ナイスカンプ。ホグか。まあ基本はロケット削ぎを目指していく感じかな。ロケ砲だとちょっとだるいな。これは五分下で、あファイブウッドね、飛ぶんよね確か。そう、これがね弱い。でゴミテスラ1丁置いて、何にも反応しないテスラを一つまみ。ファイブウッドで飛ぶんだよね。そう、結構救いようなくない。
フライドが入れるような普通に。まあ、チャンピオンサイクルを作るために出したいんだけど、この後ろのやつがチャンピオンなんだよ。そうだからこれでチャンピオンいなくなった。悲しいです非常に。まあ大砲とかにも釣られるしな。やっべ弱っ。はいこれ来る。まあ一応エレキのスタン効果あるからな。これエレキのスタン効果しか言ってないもんな。あ、これは熱い。こうなってしまえば話は別やね。一気にダメージリード取れる。まあロケ削りも視野か。待って、やばい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 。負けますよ。負けたやんこれ。渋すぎやしやせんか。おい、うん、これもテスラか。今俺のテスラか。え、そんなことあるってぐらいテスラするやろ全部。ラストいきましょう。よろしく。ディガーぶっ飛ばしいの。まあ高めテスラ置いてきますか。高すぎますかこれ。え、もうなんかさ、こうなるんだよな。もうなんか端前で出し毒じゃねってなる。できるだけダメージだけ与えて解散。悲しいねこれ。まあブラスターが強いので、4コスだとさすがに強いか。マジで何で木に入るんだろうこれ。使われたら使われただけで今施設環境だからな。難しいところよな。まあこれはロケット即打ち。ジャイの方が強いかこれ。まあ一旦シュタインの防衛見ますか。みんなで一緒に。ロケ砲は来ないかな。あ、でかこれあれか、普通に電撃でいいのか。でも当たってるようで当たってねえんだよな。このそうだよな。渋いよな。まあ、こんな感じ。
言って、まあ、試合が決するほどのあれじゃないしな。難しいね。まあでもダリーだろうな、これがスパーキー出したところだもん。うん、なるほど。まあおもろいからもう一試合いっちゃいたくはなるねなんか可能性を見出したくなる。14だもんね。次ワイルドカードがちょっと足んない。ブスポ使うか。ちょっとブスポ一瞬使います。もう最後の1試合のためだけに。よし、いやこれに対して別に強くねえもんな。いや強くしてみせる、この電撃で。まあ火力は結構あんだよね。ただここのアンテナまでしかいけねえからな、これどうしようとなる。どうする、チャンピオンサイクルでも使うってなる。お、来た。あ、これまずいか。あ、これまずそう。これスキル使われないんだったら結構おいしいですけど。来たスキル。まあ一旦スキル使いいの。あ、エギゴレにこれいけるはちょっとおもろいな。ちょっとだけね。多分こっから俺負けないからね。マジでバトルフィーが来てほしい。ロケットあんのにバトルフィーが来てほしい。マジで可愛い。はい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 、おお、なるほど、マシマシだ。一旦これ先っちょだけ破壊して、こいつだけ、まあ、ロケット撃つ。あれは後ででいい、後でいい、後でこれで回収する。よし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 、使いこなしてます。俺の方が弱すぎてさ、バトルフィーが一緒なんだけど。てかブーストポーション使ったのにさ、下げられてない。ミラー？今のバトルヒーラー。なんやこのスキル。まあグッドゲームですか。まあみたいな感じですかね。はい、ということで、ゴブリンシュタイン、まあ課金するとかじゃねえもんな。まあ、レベル上げるっていうのだと優先度は低いですよっていうお話を、できたらなと思います。これ今回さ、これマジでいっぱいあるよね。これなんか、4本指でタップすると、一発で開くらしい。これ知っとくと得すぎよ。このボックスおもろいからいいよな。ということで、以上、また、今シーズンもよろしくお願いします。おすすめしまいめ、またねー。